は本日はジジ様還暦クッキングの始まりです。チャラチャ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 おせんべい、分かった。おせんべい作る。うるさいお前、おせんべい作ったら。おせんべい作ったらうるさいよ。はい、じゃありーちゃん、まずご飯です。ご飯です。はい、ご飯。ご飯見えますか？おせんべい作るの。温めましょう、ご飯は。ご飯温めてあるでしょ？もうスイッチオンはしていいですか？いいですよ、スイッチ入れてください。スイッチオン！まずね、まず卵を割りたいと思います。はい、卵割ってくださいって。つんないですね。卵割ります。はい、卵割ってください。どんどん入れて、はい、どんどん入れて。はい、ありました。ありましたか。だんだんオレンジになってきますね。混ぜます。いいの？じゃあ殻が入る確率高いから。うまくできた。はい、うまくできましたか。入れて、はい、どんどん入れて。はい、ありました。ありましたか。だんだんオレンジになってきますね。混ぜます。もうちょっと少ない。だからちょこっとグリルに乗せます、はい、丸くね。潰すといい感じになりますね。もうちょっと、もうちょっと。こんな感じです。こんな感じです。まず最初小さめに作るのが2個しか入らないと、うん。ああ、もうちょっと大きくていいんだよ。ほんと？まずはご飯をこれ。ちょっくら焼けるの待ってみましょう。ちょっくら焼いて裏返しにします。そうそう。それは時間をかかります。なので待ちましょう。待ちましょう。ほらほら。え？ちょっと私。すごっ。うまくやってください。おお、カリカリ。スイッチ入ってないんだよ。あ、穴開いた？あ、違う。穴開いちゃったけど前に。いや、これでいいと思いますよ。裏返して。裏返しましたよ。裏返しました。なんか混ぜる？醤油となんかね。え？甘醤油作りたい。全部？全部じゃねえ。バカじゃねえ。全部？なんで全部なんだよ。味付けは好きなの？あんた甘い。多分醤油に砂糖かな。最高。味付けはね。そうそう。まず醤油を。ホットモットのね。ケチャップはどう？ソースでもいいし。醤油でもいいし。ケチャップ待って、マヨネーズもあるよ。マヨネーズあってね。あれ、入れる。お好み焼き風でね。入れる。いいかな、これ予想さっと。あれ、もう焼けたんじゃないか。つけてみな。つけて焼くと美味しいよ。こうやってね、まずね、マスクね、こうやってやる方もいいよ。あ、りーちゃん。そう。ちも。いろいろなんかちょっとあの新しいやつとか考えて。2つとも何が甘くしちゃうの？いや最初は2個甘くして、次に違うのにするから。せんべいは何個も。出てね。あとでこれも。うん、ちょっと待って。そうじゃあお皿用意してきちんのお皿用意してきちんのお皿用意してきちんのこのお皿用意してくんの、用意してくんのに小さいお皿は。あ、やべ、持ってくる。これはそうちゃん用の牛タンですね。これはね、ふわさんにいただいたね、これね、すごく美味しい牛タンなんですよ。ジュー。ちょっと味見するといいよ。食べたら、まだね。ちょっとだけね。何してね、もうね。パクっていけるよ。ああ、よだれが、この人よだれがブロンブロンブロンって、よだれがすごい、よだれがビヨンビヨンビヨン。そうちゃん、よだれが、よだればっちり、よだれが汚いよ、もう食欲なくなっちゃう、もう。嫌だ、もう。嫌だ、よだれがビヨンって。
よし。そうちゃんよだれ汚い。そうちゃんよだれ拭きましょう。よだれ拭き拭き。ビュン。もう焼けてんじゃないのこれ。おせんべい。じゃあ、ちょっと大問題に気づいたわ。あ、いいよ、問題なんていいよ、話さなくて。次、もう開けたから。ごめん、じて、ケチャップの味しかしなくなっちゃった。だからケチャップ食ってるらケチャップの味しかしないだろうよ。で、開けてるよ、それ、うん、ケチャップとソースかってたんだけど。そんなでっかい皿に入れんの、りーちゃんは。じゃあ、まず割ってからさ。あ、ほんと、もう開けなくたっていいよ、二人振って。一つずつの小さいなら二つ食っちゃえな。ほれ、ほれ、早く、ほら、乗せて。ほら、簡単だよ、これ。これ、お前も。うん、これ、はい。じゃあ次のどんどん乗せて焼いてください。うーん、分かりました。ちょっと待ってください。焼けてしまいながらね。今日もどんどん焼けてきてるからね。ちょっとお箸を入れてくるわ。お箸とコップだね、じいちゃん。卵ご飯焼いてんの？え？卵ご飯。はい、どうぞ。卵で食べたの？食べてないよ、だってまだ。これは何？ケチャップ？だったら、あと塩もあげるから。先を今ジュー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 って。ケチャップ塗るの？これを混ぜて。まだだよ、そうちゃん。今3つやってやっから。ちょっと今冷ましてます。冷ましてんのかって。砂糖狙って。大丈夫かな。冷ましてんのか。冷ましてるよ。待ってろ。美味しい可能性があるからね。絶対ない。冷ましてるから待ってろ。普通になる。ありがとう。じいちゃんほら、醤油垂らさないと思う。ああ、甘醤油でいいの全部。いいよいいよ。美味しいんだろ。でもちょっと量、さっきより少なかったから量ちょっと。そうだ、いっぱいかけちゃう。それでまた甘醤油かけながら食べればいいんだよ。あい部分があるね。どんどん甘醤油作っちゃうじゃん。おぉ、ジュージュー、美味しそうだ。泡醤油しかかけてないじゃん、うん。次、違う味にしよう。どうですか？ママちゃんのお好み焼きと。互角ですか？いや、そんなことない。え？普通にうまい。普通にうまいですか？やってみるね。混ぜて、砕けて、砕いて、硬いのが混ざってた。キビキのちょっとまっすぐなんやけど。はい、牛タン。牛タン食べるしてる？ちょっと食べたいでしょ。うん、食べていいよ。もう食べていいよ、これ。焼けてるやつ食べない、自分で。どっちも。それ焼けてる？焼けてなかったら戻してね。生あ、しちゃった。肉食べたいの？これは何？これはもう焼けたやつ。あんた、みんな食っちゃった。じゃあ、牛タン食べるしてる？ちょっと食べたいでしょ。うん、食べていいよ。もう食べていいよ、これ。焼けてるやつ食べない、自分で。どっちも。それ焼けてる？焼けてなかったら戻してね。生あ、しちゃった。肉食べたいの？これは何？これはもう焼けてるやつ。見なくちゃった。じゃあ、これ美味しそう。美味しいから。もう甘醤油も使っちゃっていい？いいよ、どんどん。ほら。あ、じゃあそこだね。せんべいに使うのって。牛タンにも使うから。牛タンに甘醤油使うの？すごいね。え？待って。うまい！すごいね。牛タンに。牛タンに甘醤油で少し焼いてみたら香ばしくて美味しい。ケチャップとしょっぱさと、ちょっとつける？砂糖と甘さが全部混ざって美味しいの。とりあえず食べないから、ケチャップか。どうですか、牛タンに甘醤油。ちょっと、食べて。え？砂糖。砂糖取ってくるわ。ね。うん。はい、どうぞ。卵で食べたの？食べてないよ、だってまだ。これは何？ケチャップ？って一人で食べられてたって。どう、響き、牛タン欲しい？うん、うまっ。ジュージューって。待ってろよ、今焼いてっから。お前さんさ、砂糖混ぜたおかげで、ちょっとなった。え？砂糖混ぜたおかげで。じいさんの還暦クッキングって。これ美味しいよね、焼いてるのね。うん。牛タンがあるのね。せんべいが美味しいじゃなくて牛タンが美味しい。せんべいじゃなくて牛タンが美味しいんだけど。せんべいが美味しいじゃなくて牛タンが美味しい。せんべいは、
カリカリじゃなくて柔らかい方、柔らかい方。こらこら。暑いからさ、そうじゃん。ちょっと待ってて、またよだれ垂らして待ってんな。俺よだれでブーンと待って。だな。夫婦しなきゃ。あれね、これって食べないから。ねあ、これってよだれどうすんの？よだれ。え？ジジ、これってせんべいって見つけたらうんってんだけど、美味しいって聞かれたら美味しいって言うね。あ、そう。でもせんべいではないかな。はい、どうぞ。牛タンの方がやっぱり人気ですか。もうせんべいではないかな、でも。柔らかすぎて。せんべいとカリカリって。じゃあもっとカリカリした方がいいんじゃないの。じゃあ水入れてあげる。ほんとカリカリに。せんべいってね、あの結構ひっくり返すんだね。そうだよ、すごいひっくり返すよ。そう。あとしかもほんと網なんだよ。ああ。柔らかすぎた。追加したから。卵のあれが残ってないね。どんな感じなの？後で食ってみなきゃわかんないけど。かける？うん、そろそろかけて。甘醤油いっぱいかけます。甘醤油。もう全部かけます。甘醤油が一番美味しいんじゃない？甘醤油が一番うまい。ね。ケチャップかけていい？あ、いいよ。ケチャップ？焼きケチャップ？ケチャップ、砂糖。砂糖？砂糖も混ぜて。ケチャップ、砂糖。うん。なんか口じゃない？醤油とケチャップ、砂糖。牛タンがメインじゃなくても、あのもうちょっと熱い方が多分せんべいっぽさあるね、ちょっと。え？熱い方がせんべいっぽさあるから。熱い方が待ってなさい、あなた。牛タン。はいはい。よー、じゃあこれちっちゃいやつ、はい。はい、でっかいの。はい。はい、そうちゃん、牛タン完食、おしまいです。牛タンはおしまいね。うん。解凍してないもん。あ、こっちじゃない、これ後で編集しないといけないでしょ。そうだね、いらないとこみんなね、カットしてね。最近編集がね、だいぶ変わってるから、昨日なんかすごいよね、全然違う。いちいち消したところも、通したラインするために。ここに書けないの？書けないの？うまいの。うまいの、染み込み系じゃないから。お、表裏来ると全然味しないよ。うん、こういうマヨネーズもうまいね。いけますよ。ピザトーストになってんだよ。ピザソース。熱くない？熱くない？いけるね、マヨネーズも持って。マヨネーズ足りなかったかな。マヨネーズと醤油って合うのかな？マヨネーズ。合うよ。マヨネーズすっごい少なめちゃったんだけど。今待ってるけど。マヨネーズとケチャップは合うはずなんだけど。マヨネーズと醤油は合うの？え、あの、マヨネーズとケチャップは合うはずだよ。なんだろう。美味しいんだね、お前さんね。一回切り。一回これ試してみる。結構人気ありますね。マヨネーズ。はい、マヨネーズ。マヨネーズ醤油。あとくねえかな。あ、これでピザトーストの色になったぞ。あ、ピザトースト色、うん、これがケチャップとマヨネーズで混ぜた色です。ちょっとかけさせて。タラちょっとちょうだい、タラ。タラをあげて。あ、いいよ、そのスプーンだけでも。ジジがこれつけたいだけだね、どう？うん、スペースにはいいかもね。だってポテトみたいな味だ。ポテト、そうだよ。ポ
ポテト、なんか美味しそう、美味しそうじゃん。なんか美味しそうな味になりそうかなと思ってさ。うん、でも実はシンプルの方がいいや。どっちも見た目に対して美味しそうだね。あ、ちょっと失敗しましたが。なんか大丈夫、くっついちゃう。ちょっと焦げてますね。そのおこげがうまいね。おこげが最高に美味しいです。この皿2枚、綺麗に見えますけど、ぬるぬるです。ぬるぬる仕上げ。なんだと？焼けました。最後にちっちゃいの？あれ、焼けたのも。焼けた。どっちも焼けた。あ、ちっちゃいだからね、これね。置いとこう。じゃあ、新しいのどんどん入れちゃって。まだ入れていいの？入れていいよ。新しいのでも、だってどんどん入れないと。なんだかんだもんね。うん。真ん中に入れちゃいな。もうちょっといいよ。巨大せんべいなんだ。ひっくり返んなくなっちゃうからさ。ちょっと熱いかもよ、そっちゃんよ。まあ、ピザソースの味しかしないんだけど。こいさ、どうぞ。それは多分違うな。熱いかもよ。多分ね。強いのは多分、マヨネーズとケチャップの影響のせいで、もう、美味しいかわからない、さっきの。はい、どうぞ。冷たくなりましたよ。うん。僕は熱いの食べられない。これ、焼いてないだろ。マジ？ふふふ、焼いてる。今日、こっちは。マジで？こっちはどうですか？あ、焼いてるかも、これ。意外にいい？ひびけ、どうですか？まあ、意外にうまい。父ちゃんどうでした？味かった。半分交換して。甘辛のタレってこんな感じするんじゃない？食べてみな、父ちゃん。甘いよ。甘くて美味しいよ。ほら、食べな。甘いよ。ビルーって、熱くないって。おかしなせいで、美味しくなくなっちゃった。いや、でも、こういうの美味しいよね。甘さがあって。うん、うまいよこれって、姉ちゃんって。聞いたことあるよ、これ。え？焦げてるやつの味に苦手。でも、甘くない？食べられるよ、さ。食べられるの？食べていいの？ジジが。どうちゃんにやる？甘くない。やばい。ヒレの入り方で美味しかったねって。美味しかったよって。美味しいからよだれが出てるって。ひびきしょんぼりしてる。え？ひびきのヒレのタレどう？え？何やってんだよ、ひびきよ。うん、この味ね、お店でなんか食べたことある。戻ってきました。思い出せない。味噌教室。うん？はい。甘くて美味しいよね。味噌甘くて美味しいよ、これって。なんか、ジジ、なんかゴムが1分なくなったなと思ったら、これか。ここにゴムが引いてあるってことね。焦げがさ、少なかったらもっとすごいうまいじゃん。ジジ、なんかゴムちょっとソースが時間がかかっちゃった。キッチンにあるゴムが一気になくなったなと思ったら、これね。おー、食べ終わりましたって。よく食った、よく食った。よく食ったって。ごちそうさま、こちゃんは。僕はもうごちそうさまです。あ、ちょっとジジ、どうやってくれませんか？あ、いや、ちょっと待ってね。そっちを映してるから。はい、これ。グツグツしてますね。これなんですか、このタレは。秘伝のタレは。響き何ですか、これ。このタレは何ですか。この秘伝のタレは、醤油、砂糖。いいちゃん、秘伝のタレ。マヨネーズ、ケチャップ、ソース。おこげがいっぱいできますね、これ。ちょっと待って。湯気が出てる。俺、辛いソース無理だった。
そうちゃんもいなくなったしって言うと、いるよって見てるんですよね。いるよってちゃんと見てるよって。やっぱりマヨネーズいるって言ったじゃん。知らなかったよ。うん。一応部分。はい。それでは皆様。皆さん、皆さんさようなら。さようならですって。グッドボタン、グッドボタンよろしくお願いします。ね、ありがとうございます。チャンネル登録、チャンネル登録、あとベルボタンもお願いします。お願いします。しますよって。じゃあ違う。コメントもお願いします。皆さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。グッドボタン、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベルボタンもよろしくね。あとコメントもお願いします。記事も映ります。映ってます。ぜひ皆さんも作ってみてください。それではバイバイ。はい。それではワンワンじゃんけんです。最初はワン。はい、還暦じいさんはチョキでした。今回は響きが出すのパーでした。バイバイ。皆さんパー、もし響きに勝った場合は、すごく美味しいせんべいが作れると思います。はい、どうもでーす。それではバイバイ。バイバイ、またねー。作れると占います。バイバイ。はい、はい、おしまい。でんじゃん。